おはようございます。ようこそお越しくださいました。ゆっくりハムスターのきなりです。今日も占っていきます。少しでもあなた様の一日のアドバイス、きっかけになれば幸いです。それでは早速行ってみましょう。まずはラッキーナンバーとラッキーカラーを出していきます。ラッキーナンバーとラッキーカラーは占い中、僕の上に表示されてます。サイコロの出目がナンバーサイコロが転げた先の色がカラーです。本日のラッキーカラーは紫ラッキーナンバー6です。それでは続きましてタロットカードで占っていきます。シャッフルして2枚のカードを出しています。どちらか選んでいただいてもいいですし、両方の結果の複合でも OK です。アルケミアタロットカードを使っていきます。どちらか選ばれる場合は決めてください。リーディングに入っていきます。約10秒間お取りしました。進めていきます。まずは1枚目めくります。ソードの8の逆位置が出ました。助けのない状況で暴れている。孤立無援の状態に焦りを感じています。こんなはずではと状況に抵抗し、同時に悪いのは周りだと被害者意識も強いでしょう。制限や制約がなくなって、希望が溢れてくる兆しです。あなた様を足止めしていた問題が解消されて、間もなく自由を得るでしょう。オープンにできなかったことを晴れてオープンにできるようになることも、また、経済的な悩みがなくなり、新たな道へと歩み出せるでしょう。チャンスや月から見放されていると思った人には、思いがけない幸運が訪れる暗示もあります。辛い時期は過ぎ去ったのです。ソードの8の逆位置の意味は自由な立場になる、視界が開けてくる、妨害がなくなる、光明、希望、チャンス、自分のせいにされていたことの誤解が解ける。2枚目めくっていきます。正義の正位置が出ました。感情を挟まない冷静な対応。物事が公平な状態にあること、事実を合理的に正しく評価することができる状況を暗示しています。古来、男性性は論理、女性性は感情を表すと言われますが、裁判官が中性的として書かれているのは、できるだけ感情を排して、客観的に判断を下そうとしていることの表れと言えます。内なる目で、心の真実を見つめるように、あなた様は今は、正義がまかり通らない状態に苛立っているか、正義を盾に自分の正当性を主張しようとしているかもしれません。しかし正義を振りかざすとき、それはどうこした言葉の暴力や、相手を責め立てることに終始する恐れもあります。公平さを求めるならば、冷静で客観的な思考が必要。そして誰かを天秤にかければ、同様にあなた様も天秤にかけられるということを忘れずに。正義の正位置の意味は正義、公正、公平、正当性、バランス、均衡、法律上の問題や裁判、物事の決着、因果、正しい判断、正しい結論、論理的な思考。本日の占いは以上になります。少しでもあなた様のお役に立てれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございます。気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。ぜひまたお越しくださいね。